はいどうも皆さんこんにちは、ピオチキチャンネルペネシのフュートです。さあ今回もスプラトゥーン3マッチやっていきたいと思います。今回やっていく武器はこちらとなります。リッター 4K カスタムですね。こちら直近で使ったばっかりなんですが、こちらの、今回はリベンジ会をやっていきたいと思います。ジャンプビーコン手多いかすごい今噛んだ。まあ編成自体かなり強いと言われるんですけどね、ビーコンの扱いが僕はちょっと苦手なので、まあ通常のマイナーチェンジ前の無印の方が個人的には好きです。今回は逆境ギアパワーのバイカフェスティですね。で異加速でやっていきましょう。ということでガチホコバトルスタート。目標1勝です。目標はまずはそんなに大きく3やらないで、適切にキルできる場面で必ずキルをやる。にゃん、このための時間をあんまりつけないようにするんだったら普通にインク回復とかでもいい気がしてくんだけどね。でもビーコンもね、メインもインクロックが長い方のはずなんで、特にビーコンは長いはずなんで、どちらかを消費を軽減する方がやるんだったらいいと思う。ということでやっていきましょう。お相手リッター 4K カスタムスプラシュータースプラシューターコラボ、そしてゴツガノンで、こちらがトライストリンガースプラシューター、そしてクワッドホッパーのブラックと、クワッドホッパーのブラックとリッター 4K カスタム。と来るかな、と扱い方がリールガンなのよ今の。ごめんありがとう。さあ落とされていく。とりあえず死ななかっただけ偉いと考えるべきだな。一応いけ、ビーコンめちゃくちゃ無駄に吐いてるけど OK。マジとりあえず一発空打ちだけしとく。 KO だからね、無駄に打っても意味がないんだよね。上がってくると思ったが来ないね。貼られている。よっ、やべ、うわー何リッター、うわマジか、うめえ、うまいなリッター、関門突破うまいわこれは。さすがに届かないか、よっと。あそこの辺りに潜まれると怖いんだよな。うまい、うまっ、何あれ動きが強すぎる。にゃん、いやーうまいわ、打ち抜けたんだけどそれ以上にうめえ。リッターチャージキープしながらああやって動くんだな、ちょっと試してみたい。あーむず、考えることが多い。なんだと、いるね。側面から切ってるよな。
やーべえ、いろいろと。リッターがマジで一瞬で場所見失うんだよな。どこいんの？あ、いたいたいた。マジでリッターの居場所を見失う。今回のメインのアタッカーがリッターで貫通持ってるから、帝王で守りながらっていう。おお、うますぎんだろ。はあ、うまー、マジか、すげえよ。ビーコン残ってた、奇跡的に。まあまあまあ、ナイス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 。にゃーん、さすがに無理っすねー。まずいですよ。さあ、さすがにステジャンでも見える範囲だったか今の。よっ、リッターはそこね。お、逃げた。オーケー、いいよ。ただあと1カウント押し込めればいいんだが。あ、そこでやられたって出るのはどういうこと。やべ、ごめん、ミスった。ミスった。これはもう完全にカモだったね。違うんだよ、僕は割るところの瞬間に帝王をやって、割ってそのまま味方の護衛に行こうと思ったら間違って持っちゃったよ。あんな塗り状況最悪な時に絶対持ってはいけない。あのでもね、あれ取らなきゃ僕たちのチーム負けは確定だったんで、持つしかなかったんだよな。持つしかなかったにしろタイミングがやばいぐらい悪かったです。いやー、結局何キル ?3 キル5です。そんなですね。イカ速よりヒト速の方がいいのではって思ってきちゃうな、こうなると。メイング効率かヒト速だね。よっ、いや当たってる時はあるんだけど、それでもやっぱり圧倒的に少ない。なんならもうメインでうんぬんは捨てて、帝王イカで味方のまあサポート云々をしながらっていう感じの方がいいかもしれない。さあ、そ知らぬ猫、そ知らぬ猫、100万回生きた猫みたいな感じでいるのかな、そういう話みたいなのが。さあ、お相手ゴールドマーカー N ザップの85。これ来るよ多分。ほらね、やばすぎんだろ。ここはもう行く。で、だがここ3落ちしてるあの状況は取りに行くのが一番いい状況だった。これはもう死ぬ状況でも構わない。ボルマとヒッセンに荒らされまくってた。ここはもう取りに行くのもいい、やぶさかじゃねえですよ。さあ、狙われてる。よいしょ、帰るか。せなですよね、危ねえな本当に。ワンチャンミスった瞬間これなんだから。帰るって決めたら本当にいいって思わずにもう帰ろう。ああ、今で食らったのに、ダウン。わー、くそ、うまい。ゴーツガロンに N ザップの85にボールとマーカーにヒッセン9だね、あれ。ちょい、待ち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 、いけ。あ、くそ、逃げた。
きゃー、さすがに無理だ。ダメだね。一応ビーコンを盾にしながら逃げてるつもりではある。これやばい。シュチに行った。シュチ行っちゃったよ。こちら側、こちら側がベッシュと、やべ、あーやばい、あそこに人いるの本当にまずい。あー、くそー、あそこ撃ち抜くだけ撃ち抜ければでかかったのに。早かったメガホン。ぶねー、ほんとに。多分上の方よな。明らかに敵の侵入、あの位置に敵がいる時点で一番ヤバいんだって。あー、ようやく枯れた。もうやべえよ、やばすぎ。にしてはそんな大きく進められなかったってのはでかいか。やばい。とりあえずちょっとビーコン置いとくか。3人落とされた、ヒッヒエに。マジかよ。枯れてはいること多いんだけど、あー、早い早い早い。だいぶ持ってかれた。いやー、持ちたいんだけども。よっ、だいぶ脳死で突っ込むね、あんたら。とりあえず一旦道だけ一個作っておくか。まあバレるとは思うが、攻め攻めムードになって、に大丈夫だよな。リンクをちゃんと回復させつつ、11だろ。ねえ、くそ、なあ、誰も取らねえ。今、マジか。今前のやつ刈り取っていこうと思ったのに間に合ってねえか。今の誰もゲージ見てなかったか。ほんの少しで割れるとこだ、もうなくなるとこだったから。割れした音は聞こえたから、その後取りに行けてないのか。いやー、これだったら僕取った方がよ。いやー、きついよなー。9キル7です。今回は当たったけど、そもそもボコボコにやられましたね。マイナスが加速していく。ボコボコですね。よろしくはないな。今のところ2戦して両方とも負けですね。肝心なところで止められてないのが一番ダメなんですよね。チャージが長いっていうのが、それだけその状況を判断してチャージをしておかないといけないってことで、でそのやったチャージを確実に当てないといけないから厳しいですね。厳しいね。それでも当たった方ではあるんだよ。まあそうですね、頑張りましょう。ここはもうあとは
私の英雄が今すぐにこうブワッと恐ろしいくらい向上することはほぼないと思うんで、少なくとも1体でも多く撃ち抜いてリッターに対する恐怖でもいいから植え付けられればいいな。ということで、お相手ジムワイパー級のチダスの7級、4Kスコープのコラボ、 4Kスコープコラボが 4K スコープカスタムだ、でスプラローラー、あー全員かられてラブ、一応ね、じゃあビーコン置かれてらね、怖すぎ、マジかよ。いやー、あの位置取るとやっぱ強えな。ここら辺はマジで積極的に勝ってけ。ここ通すのはまずすぎる。これが一人でできるようになっちゃってんのがこいつのやべえとこだよな。うわ、カノンホイまずい。よいしょ、ガー、あそこはイカロールをしようと思ったけど無理だったか。とりあえずこっちはジムとスコープ撃ち抜くのが最重要案件だね。ジムとスコープ、あそこね、いたいた、ここやっぱ届くか。しょいしょいしょい、さすがにむずいか。あそこにジムがいるが勝っている、刈り取れている。とりあえずビーコンを、いいよ、カーボデコ頑張ってんね。一旦もう、気づいたけど、気づいたけどいかん慣れてないわこれ。うまいうまいうまい、ナイス。あと1分切ったぞ。頑張って貯めるのと、うまい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 、あとはこっちはマジでリッターに打ち抜かれるの禁止ね。帰る、シーラね、
あいつらに付き合う方がダメだ。残り十数秒。ナイス。よしよしよし、ナイス。あー、勝てた。今回はでもリッターとの対決で結構勝ててたから、リッターじゃないけどまあスコープとの対決で勝ててたから、よしよしよし、まあ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 当てられてはいないぐらいではあるけど、あそこを確実に落としていたのはでかい。やったー、もう精神安定完了。さあということで、ナイス、一勝。いいね。さあということで、第4試合やっていきましょう。第2勝目を目指してって言おうと思ったら試合数になっちゃった。さあ、僕のね、なんかこの打ち方がそもそも違うらしいんだよね。こう僕が射線を見せないように、こう合わせに、元から合わせにってやるのはほぼなくて、基本的にはこんな感じで打ちに行くから音ゲーなんだよね。そういう風な感じにしてるから、まあ、当たらないんだよね。当てたいやつにレティクルが重なったその一瞬を打とうとするから、止まってるバルーンだったらまあ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 当てられはする時も多いけど、普通にやっている、動いてる敵相手はさらにきつくなっちゃう。さあお相手、ハイドラントリッター 4K。 あれなんだっけ、なんだっけ、なんちゃら別注オクタシューターでいいのかな、あれオクタシューター別注じゃないか、オクタシューター、バリアブルローラーフォイルだね、あれ。割れてる？あ、割れてるわ。ダメか。あのタイミングでやるとな。無敵の、無敵じゃねえや、動機ずれもあって。が、バレてた。あっち、マジかよ。あそこいたのかよ。1体やったから安心してたわ。ぐっ、やばい、こっち来るぞ。あー、よいしょ。ですよね、アップなすぎ。ふう、とりあえずでいい。あそこの部分で KO を発動しておけば、そもそも大雑把に前に進めはしないだろうという、そういう考え。大丈夫？オッケー、うまい。とりあえずなんかそこら中にビーコン立ててたな今。うまい、マジか。僕気づくのがちょっと遅いんだよな。ちょっと遅いから、狙われてることに気づいた時にはもう向こうは狙いつけるのまで完了してる感じ。やべ、来るよ。うめ、マジ
あっべ、あの位置にバリアブル取られたらマジでダメだ。あー大丈夫？ダメです。まだ帝王溜まってねえぞ。これうまい。うわマジか、狩られんのこれ。どうだろう。うわマジか、飛ばなきゃよかった、飛ばなきゃよかった。本当にめちゃくちゃ進んできたな、あの人下手に飛んだから。もう私が持つわこれ。でトラップは通常リッターか。あそこね。で今あっち側にも見えた。あー、出たんだけどな、当てたんだけどワンチャンスが届いてない。いやーそこ行って通されたのでかいな。間違ってないの？あー終わった。あー途中までめちゃくちゃいい感じだったんだけどな。あそこのジャンプ奥はもう先般ジャンプよ。あれあそこをリッターでちゃんと復帰し、地面這いながら復帰していれば、復帰していればワンチャン打ち抜いて止められた可能性もあるっていうことを考えるとひどい。もう焦ったね。やっちまったよ。こういうところを詰め切れないからダメなんでしょうね。はい、ということで今回はここまでといたします。ここまでのご視聴ありがとうございました。まあ打ち抜いた時のね快感はあるから練習はやりますが、そうだね、まずはしばらくエイム練習してからじゃないと、実戦投入は。そうだね、上手い人のやつとか見ると本当にもうガッ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 みたいな感じでできちゃうからすごいよね。もう手がさ、そのあそこにいるからどれだけコントローラーとかスティックを動かすみたいなのを全部覚えてんだろうね。だからこそその正確無比なさ射撃ができるってことなんだろうから、まあ練習あるのみって感じです。はい、ということでここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあねー。